こんにちは、ケンシです。山本です。今回なんですけども、はい、今芦ノ湖に来ております。芦ノ湖のキャンプ場ですね、はい。さっきまで実はコラボ撮影をさせていただいていて、はい、そのゲストの方と一緒にキャンプを楽しんでしまおうと思っていますので、はい、早速呼び込みをお願いいたします。いいですか。はい、マスゲン釣りチャンネルからマスゲンさんとエリカさんです。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、帰ってもらって、はい、ありがとうございました。じゃあまた終わったら、はい、また新年とかね、ちょっと待って、5分、はい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 、さっきね、芦ノ湖の方で、うん、マスゲンチャンネルの方で、はい、釣りチャンネルさんの方ですね、うん、で、バス釣りの方を教えていただいて、うん、初めてね、バス釣りしていろんなことがありましたね。楽しかった、すごい楽しかったね、うん、そっちの動画の方はぜひ概要欄の方にリンク貼らせてもらっているんでチェックお願いします。キャンプはされたことはもちろんあります。おい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 、あります。私はもう虫釣りさんのファンになってから虫釣りさんのモノマネのキャンプしてます。はい、虫釣り料理作ってます。はい、お疲れ様でした。まだ出ましたか。いってらっしゃい。こんなマスゲンさんが乗ることないです。行ってきますみたいな。すいません。ちょっと寒いですけど、はい、マックスですかこれ。いやいや、あります、あります。あります、はい、あります。いや、大丈夫です。はい、ちょっと見てるんで。さっきちょっとあ、少々お待ちを。待って、めっちゃやばいねんけど、めっちゃ、あ、やばい。おい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 、やった、めっちゃ欲しかった。え、いいんですか。はい、え、やった。このまず上を、上を、上を、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと下を、あ、マスゲンさんに、ちょっとはい、エリカさんはその、それ以外脱いでもらって、これだけ言ったら、はい、これだけ、はい、大きめの塩、裸、私、ここ、下を、下を脱ぐんですか。下も脱ぐ、はい、下も脱ぐ、やばいやん。なんでこのチャンネル出たやろ。好きやけど。で、マスゲンさんの方のパーカーです。僕と今同じやつで、かわいい。助かる。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ欲しかった。あげても大丈夫。はい、どうぞ。今着ます。お、生着替え。はい。ここでは着替えないです。え、めっちゃ可愛いねんけど、やばい。せやろ。あら、寒いですね。え、めっちゃ着やすそう。かわいい。後で乳首くり抜いとくんで。台無しよ。じゃ早速キャンプの方、はい、雨降ってきてるんで、うん、設営していきましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よしよ。ドームテントって、ドームシェルター、ドームシェルターって入ったことあります？ないっす。ちょっと今日は大きめの宴会場を作っていこうかなと思います。氷がないんじゃないかって話になってて、あったよかった。よかった、よかった、はい、みんながこうやってるところで。シルターを支える。じゃあいらないですよ、もう鉄の穴に当てがうんで、押してもらえない。気持ち、気持ち悪い。お前やってみよう。お前逃げろ、帰る。テントを、はい、建てるの何回目ですか。もう幼少期から家族で、はい、でも家族がやってたんで、うん、はい、OK、ありがとうございます。じゃあこれ全集やっててもらって、僕ら飲んでるんで。え、みんなでやりましょうよ。どうした。はい、はい、上手、ありがとうございます。飲むか、飲もう、飲みたー。乾杯。早くキャンパイ。キャンパイの発音じゃん。非常にいいな。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様です。宴会場が完成しました。イエーイ。めっちゃ雨降ってきましたね。ね、よかった。楽しい。飲むか。飲むか。飲みたい。飲めます？飲めます。飲めますか？多少。多少。もうね、もう寝床も仕上がったんで。ほんまにめっちゃ飲んでらっしゃる。おもんない登場のビール。おもんない、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 おもんない。じゃあまずやっていきましょうか。ビール。せっかくだからグラスで。あ、さす僕らグラスだ。
僕らのはあるんです、はい、あるんでけども、まあ松源さんのわかめ酒やりましょうご用意しましたよいしょめっちゃ欲しいもんばっかりもらえるんですけどこれめっちゃ欲しかったんですよ嬉しいこっちは自慢できるもんなはいこっちもすごいかっこいいねこれで自撮りしまくりますThank you! おーではでは飲んでいきましょうやったエリカ先生を入れさせてもらいます ありがとうございますうわーうわー濃い濃いんですよこれが、ね、私たちいつもキャンプと乾杯をかけてキャンプファイという発声でやらせてもらってます皆さんご賞はいただけますでしょうかもちろんですいいともではでは松源釣りチャンネル松源さんエリカさん今日一日楽しんでいきましょうキャピーキャピーおいしいフルーティー帰ってきためっちゃフルーツ飲みやすフルーティーセアロ、セアロ出たセアロやめてくれセアロばっかりテント立ててる時もずっとセアロセアロって聞こえて何回言うからねエリカ、そうだろあ、はいセアロはムカつきます滑り散らかしていきます今日はよろしくお願いしますさあ、めちゃくちゃ見たことある料理作ってくれるんだねあれって分かんないですまだハンニングツミンまずはこちらを使っていきます、はい、あ今日いいアボカド切り方うま今日超いいアボカドで洗わせてもらったんで、うん、はいすごいな、はい、結構今日汚れましたもんね僕らそうですね私らはうんえ、ね、なすごい手綺麗ですね俺らね全員私らね臭いまだ臭いあバスの匂いがねバスの匂い臭いノード君はノード君何にするいますって言ったんですかいます長くなるんで小話お願いしますいいか松源さん小話の松源さん小話の松源さんやどんな小話がいいですかね最近あった理不尽な話ありますなんかしっかり腕試してくれたそうやろそんなチャンネルですかしんどしっかり理不尽今ですよ最高うまいエリカさんなんか最近あった、はい怖いって最近あったでも怖いですけどまあ、ハッピーな話くださいなんかハッピーですか、うん、あ、ここの同級生が最近子供生まれておお。めでてぇな めでてぇですうわマジでほっこりしますねはい子供好きですか皆さんもちろん毎日めでてますねえ元くんのめでてんの息子やろ息子めでてん毎日めでてますあの死ねって言ってください早いうちにまあなんか嫌だったら言ってください、はい、僕らあのいつもこんな感じなんで知ってますよでも見ちゃうんですよ面白いからはい、楽しいですやっぱりで最後に主釣りさんの後半で、うん、なんかこんなにいろいろなんか親父ギャグいっぱい言ってたのに、うん、最後の最後めっちゃ熱くテロップで語りがあるじゃないです か、うん、なんかそこでいつもなんかすごい考えさせられるんですよ、うん、確かにな明日からも頑張っていたんだなみたいな、うんあれが本来の俺らだもんね、うん、嘘つけ今日朝からずっと下ネタしか聞いてないんですけど真面目なワード一文字も聞いてないです本当ですかはいこっから見てください僕らはもうお酒入ったらもうないでしょ一品目できましたあ多分見たことありますかこれもちろんですアボカドにご飯ですを乗っけただけの美味しいやつです、イエーイどうぞ
ありがとうございます。いただきます。どうぞどうぞ。いや、今もしいい、もういいかが食べてよ。全部、今日なんか珍しくレディーファーストしてくださる。いえいえいえ。私ばっか、いいですか、じゃあお先に。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。はい。うん、うまっ。うまいっすね。めっちゃうまい。うわ嬉しい。うま。想像の5倍うまい。てかお酒進みますよねこれ。乾杯。乾杯。よいしょ。アボカドにご飯ですよが乗ってるだけかと思ったら、うん、もうそういう料理みたいな感じ。うんうんうん。うま。マジで店レベルですよね。こんな簡単にパッてできて。ね、うん。合いすぎる。いや、磯の香りしてきた。いや、してないでしょ。釣ったかも。それは、それは、イカ臭いだけ。朝のやつ、朝のやつ。これ朝のやつ。朝のやつ。朝の、朝の磯臭さがこれ。昇進します。磯臭い、イカ臭いじゃなくて。イカ臭い。臭いんですか。臭い。結構臭いっす。しかもね、さっきみんなで手を振ってね、まだする。まだする。結構残ってます。下ネタ大丈夫。大丈夫なわけないでしょ。私アイドルですよ。アイドルにやられてるんですか。そうですよ。ギリギリっすか。おい。でもほんまに私もあの下ネタだけずっと NG やったんですよ。おうおう。けどほんまに5日にまつげ釣りチャンネルでなんか気づいたらもう NG なくなってて。結構まつげさんもねなんかちらほら卑猥なこと言ってますよね。え、やばいですよ、うん、だから多分相当性欲強いぞって、ね、見ながらねいや、この人は相当性欲強いしチンコでかいぞ。乾杯。乾杯。お酒が、お酒が、お酒が絶対にチンチンでかいよね。どうどうどう見たことない。なんで私に聞くんだ。出た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 。大本田裕太。キャバエイジっていう。うわー、かわいい。めっちゃ映えなんです。これ今マスゲンさんが背中に背負ってる。あ、そうパーカーと同じ、同じやデザインが施されて優しい。今日マスゲンさんめっちゃ嬉しそうでした。このパーカーもらって。おー、いやー、ロス、ロス。ありがとうございます。ロス。よいしょ。こっちまた違った味わいで、はい、うん、確かに色が違いますね。そうなんですよ。こっちヘイジって言って、はい、濁りが加わっててその分旨味や甘みが強い。へえ。お酒になっております。 7.5% あるんでちょっと気をつけくださいね。そうですね。結構強いんですね、うん、はい、いいか。ありがとうございます。え、私ほんまにあのスケマ IPA が一番世界一好きかもしれない。本当に、はい、女性受けいいね。いい。あ、そうなんです。ショコタ初めて1本全部飲んだったもんね。ね。今年もこんなに早く飲んだことないです。うん。マスゲンさんのチンチンが見えちまうかもしんねえぞ。2杯でチンチンが見れるかどうか。見たい。今回僕らはバス釣りっていうのは初めて。いつも海でね、プライベートでよく釣りは行くんですけど、うん、キャスト投げるのも本当にあんまりだって。ベイトリールだったらどうするかみたいな、この上にリールがついてるやつ、うん、そうそう、それだったらなーなんていうのでちょっと心配だったんですけど、もう本当にいろんなことを手取り足取り教えていただいて、うん、最高に楽しかったです。いっぱい釣っちゃいました。乾杯。もうケンイチさんめっちゃうまかったですよ。投げんのもめっちゃ美味しい。やばい。うわ、どっちが好き。どっちも好き。なるほど。でも世界で1位2位ぐらい好き。水ぐらいスッと入ってくる。スッとこれを求めてましたみたいな。おお。え、めっちゃ美味しい。やばい。これここに英語が書かれてるんですけど、はい、これが直訳するとこんな最高なキャンパイがあんのかよ。キャンパイ。そんな感じのビールです。いやめっちゃ美味しい。めっちゃ好き。これ、全国で売ってくださいよ。売ってるんです。
え、ネット以外でもですか？ネット以外、あーでも今は酒屋さんはまだないか。ネットで買います、私これ。ありがとうございます。あ、今日は多めに持ってきてるんで、もうガンガン取ってください。あ、大丈夫です。あ、私も継がせてください。坊主にはそんな扱いしないでください。あ、いや、坊主って言うな。坊主って言うな。かわいそう、もう一日かわいそう。まだハゲじゃないかな。セーフ。そうだね、惜しかったもんね。惜しかったのよ。ねえ、惜しかったですよね。ビクンビクン最後あったんですよ。あれ、タイかヒラメでしたね。いや、いないんですよ。あ、いないね。あ、いないです。あ、いないの。はい。え、待って、待って、待って、ゆうな、え、ゆうな、え、待って、ゆめ、ゆめ、ゆめ、しんどい。食べたことあります？これの鍋で作るエビピラフ。え、これで作るエビピラフがうまいのよ。エビピラフ、最近の動画見てない。見たけど、エビピラフありますか？エビピラフ、そう、ちょっとこの後、はい、エビピラフ改め松尾ジンギスカンというちょっと汁が多いジンギスカンの方をやっていきたいと思うんですけども、いや、めちゃくちゃうまいんで気をつけてください。すげえうまいですよこれ。私はもう大好きです。おお、ごめんだよな。ジンギスカンキャンプするのが夢です。かなっちゃったじゃん。ねえ、おいおいおい、もうありがとうございます。いきます。お願いします。おお、これがうまいんですよ。うまいな。もやしもいきます。わーい、大好きジンギスカン。出来上がりです。ありがとうございます。ありがとうぞ。料理上手。料理上手。雑なボケ入りました。エリカさん、ちょっとじゃあ、はい、そこら辺ほぐしてもらって、はい、普通に野菜炒めを作るような感じで、はい、うん、初めての共同作業。共同チャンネルでずっと。私が今やってるし、私が火つけたし、一緒には何もやってないですよ。はい。聞いただけでしょ。うん、叱られると喜んじゃった。まあ、めちゃくちゃ気持ちいいっす。最後、この坊主が出てもらっていいですか。最後に。この坊主が。ナイス。なんだ。なんだ。めっちゃダサいことですよ、この坊主がって。はい、じゃあ野菜に火も入りつつ、はい、このど真ん中に、あ、分かってる、大好きなね、ジンギスカン。はい、これが入ります。うわー、うまそう。一発目はマトンのロース。おー、うん、僕らはこっちがすごい好きで、癖がちょっと強いあるんだけど、もう強ければ強いほど好きです。え、違うんで、ちょっと待って、なんか、間違えられてんねんけど。声張ってたなぁ。今、同一声で。エゴ耐えたんやろな。分析だけやめてもらって。めちゃくちゃ美味しいんで。いや、美味しいです。癖がありつつも美味しい。ね、はい、で、ニンニクはお好みで。この後。そう、ありがとうございます。味噌でニンニク入れると本当に美味しいんで、うんうん、じゃあもう入れまくりましょう。入れ、うん、頼みます。入れまくりましょう。 OKOK、 オラオラオラ、全部さ、まあ、オラオラ、皆まで言うな、うんうん、大丈夫やから。楽しいっすね。楽しいね。楽しいですか、しょこさんの時にはできひんかった。ほんまにやってないですか。うん、なんか誰にでもしてそうですね、もうこんなにポンポン出てくるなら。いや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 、どっちかっていうとこっちのケンイチの方が、はい、なんでだよ、えぐめなんで。ケンイチさんはほんまにカメラ回ってない時にめっちゃ下ネタ出してるから、じゃあカメラ回してって思うんですよ。じゃあ松原さんからちょっと乾杯の温度軽くもらいましょうか。あ、そうですね。釣りお疲れ様でした。お疲れ様です。全員釣れてほっこりの動画撮りたかったです。キャンプワー。詳しくはね、うん、原釣りチャンネルでね、いろいろ波乱万丈だったから、ね、波乱万丈があって、でも面白かったっす、本当にね、楽しかったです、うん、釣りって感じだったよね、うん、その、はい、釣れない時間もあったり。そうだね、うん、楽しかったですか。え、またやりたいと思いました。いや、またやりたいっす、てか今から行きたいっす。相当悔しかったからね。じゃあ食べていきましょう。やりまーす。ちょっとレディーファーストで。ありがとうございます。すいません、いただきます。いただきます。もう
2回戦分もあるんで、ね、ガンガン食べてください。いただきます。遠慮なく、すいません、入れてもらって。あ、どうぞ。え、まずやばい。あれ、うまっ。うまいでしょ。お好みで、ニンニク入れてもらってもいい。ニンニク、これ欲しいですね。どうぞどうぞ。やばい、めっちゃ美味しい。待って、ニンニクやばい。でしょ。やばい、めっちゃ感動してる。早い早い早い。やばくないですか。めっちゃ美味しい。じゃあ、エリカさんからもらいましょうか。うん。ちなみにあと5万回完売するんで、だからもう何回でも、はい、ほんまに夢の虫釣りさんとのコラボ、ほんまに夢が叶いました。本当に明日死んでも幸せです。私食べてよ、それは。ぐらいほんまにめっちゃ幸せです。でもただほんまに大和さんに釣ってほしかったです。やばい、やばい、よいしょ。大丈夫、今日エリカするから。乾杯。焼き販売しないですよ。それはしないです。あ、じゃあ私、過ごしてください。はい、いいんですか。ありがとうございます。わかめだけすっか。意味わからん。どういうこと。2人で下ネタの取り合い。そうなんですよ。このチャンネルツッコミないですからね。こっちが下ネタ言うかも。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、なんかめちゃくちゃ顔が赤いというかポテってるんだけど、もしかしたらいい感じで恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。すいません、中1。僕はなんかなぜか小4で止まっちゃってるんですけど。自信やった。うん、精神年齢だけそうなんですよ。体は大人、心は子供。男の人みんなじゃないですか。もうオフの時ね、すごいね、マスケンさんがね、下ネタばっかってね、ね、ひどい。一回も言わなかったの。マスミンさんは、ほんまに動画とかではめっちゃ下ネタ言うんですけど、うん、一切動画切ったら言ってこないんですよ。ね、そうなんだよね。だからマスミンさん、それに車とかでめっちゃびっくりされてて、うん、虫釣りさんってほんまカメラ回ってなくてもずっと一緒やねんなみたいな。マジなんですね。でもすごいね、めちゃくちゃ紳士だもんね。うん、紳士の皮かぶってましたね。ボディーブ。ポケニストだった。ポケニスト。どうですか。かぶってるかな。かぶった。さすがにね。さすがにやばい。やばい。そうじゃなかったらもうねえ、ねえ、もう悲しいよね。とりあえず湯本まで降りてもらって。よかった、当てた。絶対これやと思った。どうですか、今日は楽しまれてますか。めっちゃ楽しいです。あ、よかった。ね、ちょっとさっきの話に戻っちゃうんですけど、マスケンさん、YouTube で拝見してる時は結構すごいチンチン大きい変態な人なのかなって。チンチン出してなくないですか。僕ほぼチンチン出てる。ほぼチンチン出てました。僕らもう声で分かったもんね。えぇ、チンチン出ないよ。出してなくないですか。だって広告ついてましたよね。僕らのチャンネルでもタイトルにおっぱいとか入れないですから、ね。ああ、はい、うん。そんぐらい僕ら健全なチャンネルを運営させていただいてるんですけど。で、それでね、お会いしたら、すごく真摯な方でね。うん。なんか、気難しい人なのかな、なんて最初思ったんですけど。うん。だんだんほぐれてきて。うん。もう結局チンチンだった。結局全国共通の笑い。言えることはチンチンでかいやつ。かわいい。僕もスーパー銭湯とか行くんですから。そんなでかくないですよ。視聴者の人を見つけたらめっちゃ見るでしょうね。どうなんやろ。さっきマトンで、はい、次はラム。
若めの肩ロースを用意してもらいます。ありがとうございます。肩ロース変わりますね。柔らかくなって、うん、癖がない、うん、美味しく食えますね。美味しい、今さっきも美味しかったけど、めっちゃ美味しかったです。ラブが終了しました。イエーイ。もうあのうのうの食べたい分食べたいだけ取ってください。はい、ニンニク入れてもいいし、ビール飲んでもいいし、お任せで食べてください。入れますか。あー、いいです。はい、いいな、美味しいな。昔から知ってるみたいに。ラムもうまいんすよね。うまい。めっちゃ美味しい。反応がいいな。ね、嬉しいね。嬉しい。マジで感動しますよね。釣りで散々お世話だったからね。うん。こっちはもうおもてなしさせてもらって。ね。あの出汁がついてるから。うん、あれですよね、いらないですよね、うん、そのタレとかも、うん、そうそうそう、これだけです。そのまんま焼けば、焼いて玉ねぎともやしだけをしとけばいいから、うんうん、まだまだお腹は大丈夫ですか。はい、ここからあと35品あるんですけど。じゃあもう最後あのブルーギル鍋なんで。じゃあ食べます。食べるかい。ガンガン食べてください。ありがとうございます。こんなにめっちゃ用意してくださってほんまにありがとうございます。もうね、楽しんで、もうさっき楽しませてもらっちゃったからね。いや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 、エドキーラフトでゲームなんだ。あれメインだから。深夜2時ぐらいエビピラフトでいつまでやんの。これ釣りよりきつい。そう、主釣りさん見ててなんでこんな食うねん、なんでこんな飲むねんって思ってたんですけど、うん、こういうからくりなんですね。ドーピング風と長く飲んでるから、ね、そうだね。マスゲンさんがこんなにうなってるというか感動してる顔初めて見ました。本当ですか。ほんまにお酒一口飲んでもって誰にも言わへんけど一人ずっとってやってるんですよ。チラチラ見えるんで。それが可愛い。可愛い。マスゲン可愛い。マスゲンさん可愛いよ。可愛いですね。うん、だってゆるキャラ。うん。めちゃくちゃ方形だぞ。知ってたか。嘘、嘘みてえだろ。めっちゃ笑ってる。めちゃくちゃ OK だぞ。めちゃくちゃ笑ってる。笑ってる。やりましょう。はい。崩しちゃいますよ、これ。はい。シュワオ。やばい。エロい。じゃろ。じゃろ。じゃろ。ティアの中だった。なんで、私がもう知らん土地の。ティアロの方が出ちゃいました。言うな言うな、あんまりあの評価すんな。でも初めてやったんで嬉しかったです。じゃあ嬉しかった。はいよ、どうぞ。 ありがとうございます。どうぞ、やっぱりもう食べて食べて。あ、はい、やったー、ほんまに嬉しいです。ゲストが夫婦してるんだ。一緒に生まれてきたみたいな。昔から知ってるやつ。給油めっちゃ美味しいです。うん、何の違和感もない。感動。うま。ずっと横にいたやつ。キャンプってこんなに美味しいもの食べれるんやって思いました。うん、この飲み物まだあります？なくなっちゃいました。ゆっくりやりましょう。はい。そうだろう。おい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 、見てください、見て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 。高い。怖い怖い怖い。怖い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 。サムネや、サムネサムネサムネ。サムネでよく見る。ない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 。もうあのマックスゲン。マックスゲン。マックスゲンさん。こんな顔ばっかおるんすね。まあ、美味しいよ。もっと来たくてええやん、絶対な。いやいやいや、主釣りさんといえばこれなんですよ。氷入れてしまっていいですか。そうですね。じゃあ、マスゲンさんからいきます。威嚇せえからな、あいつ。はい。俺らバスくせえけど。俺もバス臭くなりたかったわ。もう、もうあかんわ。普通の暮らしがしたかった。じゃあじゃあ。いや、マジで本当に振りじゃなく。あ、そう。
もうへー、すごいぞー、へー、めっちゃ入った、待ってください、遅かったですよね今の、エリカ、エリカ、いきます、ストップ、よいしょ、結構入った、やっぱストップって言ったからグイーン入るな。じゃあ KJ 行くよ。あれ早かったと思ったけどな。本当にマジで振りじゃないから、ね。早かったと思ったけどな。そうそうそう、本当にあの用語を守ってる。守ってる守ってる。うん、ああ。せこい。これはせこいぞ。やられたぞ。じゃあ行きます。そんなゆっくり入れて、俺近い時そんなゆっくり入れてなかった、こんなチャンネルだったっけ勢いがちゃいましたね。いやでも本当にあの今日は夜を楽しく過ごしていくために、うん、はい、僕ね結構いつも濃いめに飲むんですけど、マジで僕 3,4 時間ぐらいでね向こう帰ってるんで、別にこれ濃かったらあの継ぎ足し継ぎ足しで、そうだね、秘伝のタレ式で、うん、皆さん今心酔いぐらいですか、うん、うん、まだまだ夜は長いんで、本当に振りじゃなく両方夜を守って、はい、楽しく今夜を使い果たしていきましょう。キャバイ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 、ほっうわうめー、これあれの曲流れるんですよ。テテ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 そうだよね、ちょっとこうやってこうやってですね、まるでこうほぼありがとうございます、全然大丈夫です、ストップね、お前大丈夫です、私ありがとうございます、あと全然あのソフトドリンク飲んでもらっていいんで、うん、はい、締め行きましょう、行きます、うん、何を揉んでるんですか、これ今揉んでるものは、揉んでる揉んでる揉んでるものはこんな有名 YouTuber が揉んでるって言って大丈夫なんですかあ、よくやってるんで大丈夫ですこれははい、ちなみに背脂を揚げたものなんですけど、あ、うんうん、油かす、油かす、あ、関西にもありますか、油かす、はい、かすうどんとか、あ、これを富士宮焼きそば入れるんです、うわ、これからもうコクが出てよりただの焼きそばじゃなくなってくるんで、うん、そうだね、ちょっと2人に味わっていただきたいですね、はい、うわー食べたい、今日はあの仕上げは、はい、ケイチに任せてるんで、え？共同作業ですか、共同作業です、つぶらない瞳でこちらを伺うケイチ富士宮焼きそばというものを今から作るんですけども、うん、お二人は食べたことはないです、ない、どぎも抜きますよ、確かに、そうなんです、あの焼きそばって言ったらまあ関西も結構ポピュラーじゃないですか、うんうん、はい、でも静岡も昔からこう、まあ、僕らのちょっと地元とはちょっと違うんですけど、うんうんうん、でもなんか富士宮焼きそばは富士宮焼きそばならではの味わいと、うんうん、コクとその特色があるんで、これを楽しんでいただければなと思います、楽しみたい、はい、とりあえず乾杯しましょうか、はい、本当に今日来れて嬉しいです本当にありがとうございます、また琵琶湖でも待ってます、キャッパイキャッパイ、琵琶湖行きてー、ね、琵琶湖行きたいね、うまなってきたな、こういうのも、ね、せやろ、それがうわっしっかり怒ってください、関西の彼女も知らんここに、はい、豚肉のコマ入れるんでほぐしちゃってください、はい、お願いします、エリカさんも料理はされるんですか、結構、あ、もう簡単な本当にキャンプ飯レベルしかしないです、うんうんうん、自分しか食べないんで、今もうクックパッドがあれば何でも作れますもんね、そうですもんね、うん、得意料理は、でも結
構一品料理、もう大体基本煮物とかめんつゆ使ったらできると思ってるんで、うん、簡単なものしか作らなくなりましたね。今度食いくか並ぶか。はい、野菜入ります。はい、はい、今日は簡単にもう3つもやし、うわー、キャンプですね。あ、もう飲んじゃいました。ここからは、はい、私の出番は終わりました。おここからは健一スタイル。あ、健一さんお願いします。よいしょ、よいしょ。今日釣ってはるから、もう信頼しかないんです、はい、もう誰が釣ってるんだ、ダサくさいね。うわっ、ちょっとエロく見えてくる。普通のソースが出なくて、家にあると思ったら塩ダレしかなかったんですけど、この塩ダレもうまいんですよ、はい、一応普通のソースも持ってきてるんですけど、はい、この塩ダレを楽しんでいただこうという丸芋の焼きそばソースの塩味で、塩焼きそば好きですか。大好きです。あ、この人の麺とかの具合見てください。ここから仕上げはもう仕上げは健一くんなんで、うん、オーケー、香りで、香りで分かんない。うそー、うわー、いい音、いい音、雨が強くなってきた時の音。思い出はいつの日も雨。はい、歌じゃなかった。普段はここでザーメンって言うんですけど。あ、怖いよ怖いよ。もう全部使われへんねんけど。毎回これですか。いや、初めてです。もう最悪やん、うん、はい、出来上がりました。よいしょ、もうこれ自爆でガンガンいっちゃってください。で、まあ、味が薄かったら入れてもいいし、濃かったら卵を溶いてもらって、はい、そのまま漬けスタイルでもいいかもしれないですね。 ありがとうございます、うん、ちゃんと動かないですね、はい、とりあえずあの麺を楽しんでほしい。そうだね、はい、うん、ありがとうございます。富士宮焼きそばとはっていう、うまっ。どっち飲みたいですか。あなたが落としたのは濃いめのグレフルサワーかウイスキーか。濃いめのウイスキーか。ま、グレープフルーツが僕好きなんで、グレープフルーツで。はい、はい、ストップ。優しい。優しい。もう一生兄貴って呼ぶ。それ以上は飲み物じゃなくなるんで。本日あいにくの雨なんですけど、雨ってやっぱりあの普通に考えたらテンションが落ちるところじゃないですか。はい、そうですね。そうだけど、あえてそこに飛び込むことで、その今まで出会えなかった楽しみはあると思うんですよね。例えば僕らが今日行った祭り、今までやってこなかったけど、それってその俺らが知らなかった楽しみを引き出してくれた2人がいたから、今日すごい長いキャンパー。やばい、長かったね。今日はやりますか。持ってた、怖いそうでした。冷えすぎて、あの関西人はあの話取っていかれたらダメ。失礼します。